まずですね、これが装置の本棚にはなりますね。こういう風になってますね。で、まあ、あとはここに冷却水のものがあって、で、まあ、ちゃんとついてるっていうのを確認してもらって、あ、これはこうですね。ちょっと待ってね。ここについてますね。ついてますね。ついてますね。で、さらにガスも見てください。ガスもちゃんとこんな風になってますね。 0.05 メガパスカル、 0.05 メガパスカル。これはね、PR ガスっていってアルゴン 90% にメタン 10% なんです。これはですね、このガスは、常時このセッティングのままにしてあります。で、このガスがホースたどっていくと、こちらのね、検出器の側に入ってきます。これで検出されます。で、チャンネル1と、これチャンネル1って書いてあると思うんですが、まあ、あとチャンネル4はこの、これにね、分光結晶ついてました。ここに検出器がついて、ここに検出器がついてるんですけど、それを検出するためにガス、検出器を動かすために、で、信号を取り出すために、ガス流してます。で、これがうまくできてないと、信号出ませんので、これは、チェックしといた方がいいですね。まあ、普段やる必要はないかもしれないんですけど、見といた方がいいです。これが流れてなくてですね、困ってしまったことがありましたね。信号が全然出ないということがあります。で、0.05 になって 1.5ml ありますね。になってるかどうかですね。まあちょっと少なめになってるかもしれないですけど、まあこんな感じになってればいいです。で、次にですね、窒素ですね。パージしたりするときに使います。資料をサンプル交換したときとかにも使います。こんな感じになってます。これもほとんど動かすことはないですね。ちゃんと大丈夫かどうか確認するだけですね。1次圧が1メガパスカル以上ありますし、2次圧も 0.5 メガパスカルありますね。これ大丈夫ですね。これも常時動かさないですね。うん。ガス圧が大丈夫かどうかをチェックしてください。で、ここまでいけ、チェックしたら、これ使えますね。じゃあ、使っていきましょう。まずですね、装置立ち上げしなきゃいけない。装置の電源をオンしなきゃいけないですね。ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと。まずですね、装置の全体図を見ますと、こんな感じになってまして、まず装置の横に、ちゃんと PC がついてて、さらに、PC じゃない、モニターがついてて、でその次に PC ついてます。で、PC は、これは、ここのところをポチッと押すと。ここですね。電源を押すと。そうすると画面が出ます。ちょっとね、関係上見せられない部分が出てくるんで、ちょっと下げていきますね。うん、今ちょっと立ち上がってます。あ、そこまではまだいいのか。今立ち上がってますね。なんか変なの出ないと思うんですけどね。権利関係のものがいっぱい出るとちょっと私も困ってしまう。ちょっとね、いろいろと頑張りたいお年頃なんですが、世の中そううまくいかなかったりするんですよね。権利関係のものが出なければいいですね。どっちかね。まあ、できるだけ避けていこうと思いますけど、まあ、難しいかもしれませんね。もうすでにもうこれでどうなんだということになりかねないですけど、まあしょうがないです。これ一般的ですね。これまず立ち上げ待ってます。はい、待ちますね。で、まあこれでパスワード入れます。ちょっとパスワードは教えられないんですけど、当然ですね。これで、あ、間違えてた、私が。あれ？なんか私も出たけど、まあまあまあいいです。こんな感じになります。あ、ちょっとごめんなさいね。こんな感じになります。ちょっと、ちょっと。まあ、ここまでは楽ですね。で、この後にですね、ここにあると思うんですけど、これですね。これをクリックします。で、この後多分権利関係が出てくるのでちょっとずらせなきゃいけないんですけど、で、あとですね、ちょっと説明しておかなきゃいけないんですけど、これですね、これは、なんか装置をがエラーになった時にクリックします。でも装置がエラーが出て、で、PC をこれ閉じた後にこれをクリック再起動してこれをクリックするとか、そういう方をします。まあ、特に何か起こったときに、これはよく知ってる人に聞いた方がいいですね。まあ、セッティングをリセットするやつなので。
あれですけど、まあ普通に2回クリックすればいいわけです。あの左クリックで2回やればいいんですけど、まあそれは知ってる人に聞いてください。私はちょっと何かトラブルを起こった時これで2回クリックしました、左で、うん、まあ絶対に知ってる人に聞いてください。それが一番です。ね、で次、じゃあちょっと気にかけて出るかもしれないんで下ちょっと下げますね。ああまずか、これをクリック、これをダブルクリックしますからね、間違いないですね、これをね。気にかけて出るかもしれないんでダブルクリックすぐ下げますね。はい、ちょっと見せられないよみたいなのが出てきます。はい、うん、でですね、今はこれをこうして見えなくできるかな、わかんないな。まずですね、この下に選ぶところができまして、ちょっと待ってね、今準備してますからね。権利関係については大変なんですよね、いろいろとね。よしと、あ、これで見えないかな。でね、こんな風に画面が出ます。ここを2回クリックするとですね、でここに、この色で隠してあるところには、どこの研究室かっていうのが選んであります。でその後にパスワードも入れます。この下ですね、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、この下のところにパスワードがあります、これ、うん、でこれを入れます。で入れたら開始のボタンを押します。うん、でもう多分大丈夫かな。そしたら、あのね、これ2画面になるんですよ。ちょっとうまくできるかな。こういうふうに。うん、2画面でできます。で、こっちの右側のやつは、いくつかの初期設定が終わった後に使います。まずはここでいいです。うん。で、まあ、シームレスでどんどんやっていきたいんですけどね。まあ、ちょっと難しいですね。これは拡大できるかな。うん、ちょっと拡大しすぎたのかな。まあ、こんな感じにしておきましょうか。本当はいくつかをね、もうちょっとピックアップできるといいんですけど、ちょっと私の能力がないというのもありまして、なかなか難しいところですね。まあちょっとゆっくりやってきますんで、それで理解してもらえばと思いますね。よしと、じゃあですね、まずですけど、ここまで進めばある程度はもう安心できるな。ですね、まず最初ですけれど、観察をオンにします。ここに観察の、ちょっと待ってください、目があるんで、目があるからですね。観察のね、オンを押すところありますね、ありますね。この観察下のところにオンを押します、オン、押します。で、その次に加速電圧決めます。ここに選べるようになってます。で、薄膜、例えば10kV で行いますと、大体検出深さがですね、1マイクロメートルになります。で 5kV にすると 0.5 ぐらいになりますね。うん、マイクロメートルぐらいになる。もっとか、もっと少ないかもしれないですね。ちょっと薄っと言ってるかもしれないな。間違えてるな。10だと、待ってくださいね、間違ってるな、10が確か 0.5 ですね、ごめんなさいね。20だと、間違えてください、20kV だと1マイクロメートルのところぐらいで、その半分の100だと、0.5 マイクロメートルで、その半分だと 5kV はそのさらに半分、250ぐらいですね。だから200ナノメートル の薄膜を作ってるような人たちはこういう低いのでやりますけど、ですね、ここの問題点というのは、問題点が一つありまして、この5と7のやつは ZAF 法っていう ZAF 法っていうので解析することができません。それはね、データがないだけです。解析するためのデータがないのでできないだけです。で、通常は10、15、20を使ってください。うん、その他のはあんまり意味はないですね。で、使い道なんですけど、まあ膜が薄い場合にはちっちゃいやつ使う、まあ ZAF 法を使わなくてもいいっていうんだったら5とか7とかこういうのを使えばいいです。で通常の ZAF 法で、ZAF 法でちゃんとやりたいと、ZAF って言うんですけど、それをやりたい場合には、まずは水素からアルミニウムの系出てきている場合には、この 10.0kV を選んでください。で、それ以外の場合は、
それ以外の原子も含む場合は 20kV ですねが一応推奨されます。まあ15でもいいんですけどね、 SAS とかを分析するときには 15kV やるところがあります。まああといろいろとあるんですけど、であと BA4 という酸化物を分析するとき、ちょっと BA4 はちょっと今回私が全然技術を取得できなくて説明できないんですけど、この場合には 15kV の方がいいと言われてます。だから BA4 で調べるときにはこの15で、 ZAF 法で調べるときにはまあ10とか20とか選んでいくんですね。元素で分けてもいいですし、あとは膜が薄いから薄いところちゃんと見たいところだったら低いエネルギーにするってことです。で今回はまあどうでもいいので20でいいと思います。でこれにします。で20に設定したら次は拡張調整を押すと。で次に加熱にクリックして、加熱をクリックして、で測定開始をします。でこれで待ちます。でですね、ここにどれぐらいの時間がかかるかっていうのは出てきます。だいたい3分ちょっとです。で加熱高度がこれ順番に上がってます、わかると思いますけど。でこれで加熱がされてます。130になるまでこれがゆっくり上げられるんですね。それにかかる時間がここに出てくるということです。それを覚えておくといいですね。加熱高度のフィラメント、少しずつフィラメントの加熱を上げていって130までいくということです。まあここら辺はちょっと待ち時間なんでね、しょうがないですね。まあただ単に待つだけです。うん。で、これ待つ時間にサンプルを準備をします。うん。じゃあちょっと見てみましょうかね。サンプル準備するのはどうすればいいかと言いますと、こちらにですねデスケーターがあります。この中にありますんでやります。まずですねちょっときれいにやるためにもうちょっと後ろの方がいいかな。あ、まあいい、このまましてみましょう。ちょっと姿がついてる。まずですねこれデスケーターなのでこれ外します。外します。こうやって外します。ここも外します。でここも外します。でこれで全部外れてる状態ですね。そしたら待機に開放します。でここを使ってもいいですしこっちでもいいです。まあスタンスどっちでもいいです。でこちらはこれで空き状態です。でまあこれで開けます。おいこらショット、はい、硬い左回しで空きです。こっち回しで空きです。うん、すごい硬いな。これこんなに硬くする必要はないと思うんだけどな。よいしょっと。でちょっと待っててくださいね。このまま様子待ちです。で ゴム手袋をしなきゃいけないな。怒りながら来たらゴム手袋を忘れてしまったんじゃないかな。しょうがない。ちょっといい。でゴム手袋します。うん、ゴム手袋しますね。で、まずここの中は、真空じゃなくて綺麗な正常なのでゴム手袋でやらなきゃいけないんです。でまずこれを開けて、でもうこの中は手で触っちゃダメです。ちゃんと手袋でやってください。で取り出します。こうやって取り出します。でこれを使います。これをね、でこれをここに置いておくということですね。でこれでセットアップします。まあ残りのやつはちょっと片付けておきましょう。これね、また後からやりますけど、でちゃんと内側触らないようにして後から引けばいいです。シンプルね。ちょっと今ちょっと簡単に閉じておきますね。仮閉じしておきます。うん。で、こいつにつけます。さてどんな風にやればいいのかな。ちょっと動画を撮るのは難しいね。まあ実際サンプルの付けはちょっと一回ここで切ってまた次の動画でということにしますね。これを料理して